じゃあそうしますと、まあ、ここの北川さんにしかない特色のある畳の表っていうものをこう取り扱われているっていうのが一つの特色だと思うんですけれども、まあそういったものと、今現在北川さんのところで、その産地ならではなんかこう取り組んでいることがあったらば、なんかこう台湾の方にもこういろいろ行かれてることとかそういうこともなんか含めて、なんか今やろうとしてるようなことの取り組んでることがあったら教えていただければ。まあ、今まではその畳表っていうのは、あ、いぐさは畳表としてその敷物がメインの、まあ、その農産物だったんですけども、はい、あのいぐさ自体が非常にそのいぐさの効果でリラックス効果であったり森林浴効果であったり、またあの老廃物を吸着する効果が、いろんなあの効果が最近分かってきて、で敷物以外でもその空間をこうリラックスできる空間にできるんじゃないかということで、あのいぐさの小物をですね、いろいろ作っております。でその辺も、含めて今海外の方に、ネゴ座とか座布団とかランチョンマットとか、コースターとかいろいろそういう、まずあのいぐさの取っかかりのいい商品からあの海外輸出をしております。はい、ありがとうございます。やっぱりいろいろとなんかこう産地ならではの問屋さんの考え方っていうのをね、なんか改めて聞かせていただきちゃってありがとうございます。